Meg is by the bench. この by っていうのはこの箱の隣に寄り添う感じであるのですね。次が Look at the bench under the tree. The bench under the tree っていうのが分かりますね。The bench under the tree. そして Look at the bench under the tree っていうことはこのベンチを見てっていうことですね。Look at the people on the stage. 今度は Look at the people ですね。これはみんなが命令文って習ってるものなんですけど、これは自分の思いがね、溢れ出るように動詞が主語を蹴散らして出てしまった文型なので、見てっていうことですね。Look at the people. 見てください。People、人々を。で、どこにいる人かっていうと、on the stage、ステージの上にっていうことですね。英語はいつもですね、場所というのは、こんなに後ろに来ます。だから、まずね、主語、そして動詞が来て、何をっていうのが来て、どこ、そしていつっていう順番になるので、このように命令文っていうのは、いわゆる主語を蹴散らして、動詞が前に出ちゃってるので、Look at the what っていうと、people ですよね。人々を見てと言って、そしてその人たちがどこにいるのかっていうと、on the stage っていうふうに、後から就職をしてきています。